フェルッチョブゾーニのピアノ競争曲作品39は、ブゾーニの作曲した唯一のピアノ競争曲。1902年頃から作曲が始められ、1904年に完成した。楽曲は語学賞からなり、修学賞には男性合唱が登場し、ピアノパートはその技術的難しさとは裏腹に、ソリストとしての見せ場がないなど、一般的なピアノ競争曲とは、 異質なものである。空無ジの一連の巨大なピアノ競争曲群の先駆的な作品である。初演は1904年11月10日にベルリンで作曲者のピアノ、カールムック式のベルリンフィルハーモニー管弦楽団、及びカイザービルヘルム教会合唱団により行われた。修学賞に登場する合唱は幻に終わったデンマークの劇作家。 アダム・エーレン・スレイヤーの戯曲、アラジンを題材にした、総合芸術構想の最後に全曲を結ぶはずだったアラーを称える合唱の部分である。しかし、この競争曲の全体は、このアラジンの構想に基づいているわけではない。第二楽章と第四楽章では、イタリアの民謡の旋律が用いられているなど、この作品には多種多様な要素が入っており、 雑多すぎる印象を与えるほどである。このような特徴のため、初演以来、この作品は統一性の欠如という批判を受けてきた。ドイツの批評家からは、第2、第4楽章のイタリア風の、不純な要素の混入を批判された。一方、イタリアの批評家からは、修楽章に混入した、ドイツ語化し第3楽章のワーグナー風の重々しい怪獣な、様式などを、ドイツの、 汚染と批判された。このような評価は、ゲルマン的とラテン的が同居する、武造に的さを浮き彫りにしている。日本では、1990年代に、題名のない音楽会で修学賞の抜粋が演奏されたことがあるが、全曲初演は2001年4月22日に、東京オペラシティコンサートホールにおいて、マルカンドレ・アムランのピアノ、沼尻リュース景色の、 東京フィルハーモニー交響楽団により行われた。ちなみに、ピアノ競争曲に合唱を導入する試みは、この曲が最初ではなく、ベートーベンの合唱幻想曲作品80、ダニエル・シュタイベルトのピアノ競争曲第8番、アンリーエルツのピアノ競争曲第6番作品192という、先例がある。このうち、エルツの競争曲では、 部造に同様アラーが題材として取り上げられている。還元楽の楽器編成は3巻編成。演奏時間は約1時間20分。携帯の類似する作品になどがある。ありがとうございます。